白鳥神社。神社の境内で狛犬が静かにこの町を見守っている。香川県東かがわ市。平成15年4月1日に引田町、白鳥町、王子町の3町が合併して誕生しました。波穏やかで美しい瀬戸内海に面した風光明媚な町です。香川県東の玄関口として広域圏から人、物、情報が集まり、21世紀に躍動する生活文化交流都市を市の将来像としています。市内には昔ながらの町並みが残り、歴史と伝統が息づいています。白鳥神社は大和尊信が亡くなった後、その霊が白鳥になってこの地に舞い降りたという由来を持っています。四季の祭りの時は多くの人でにぎわいます。境内の裏には松林が広がり、日本の白砂青松100選にも選ばれています。その松林の中に日本一の山があるのです。そしてその日本一を旗印に地域の活性化に取り組む人たちがいます。狛犬会はお祭りやイベントの好きな地元の有志の集団です。彼らが三山という日本一の山の生みの親なのです。狛犬会の方にその三山を案内してもらいました。それらしき場所は見当たりませんが、浦上さん、どこが三山なんでしょうか。ここが三山の 3.6 メートル頂上になります。あ、なんとここが山。頂上に近づきます。ここが我々狛犬会が育てた三山の頂上 3.6 メートルです。松林の一角に立つ石碑、なんとそれが山の頂上なのです。日本一低い山、標高 3.6 メートル。弁天山の 6.1 メートルや天保山の 4.53 メートルよりも低く、三山は日本一低い山とされているのです。平成17年8月、開山式が行われ、晴れて山となった三山。標高 3.6 メートルの頂に立った人には登山証明書が贈られることになったのです。その第一号を受け取ったのは当時の東かがわ市長。以来平成21年1月までに5600人以上の人が三山に登り、市外や県外からも多くの観光客が訪れるようになりました。狛犬会のアイデアによって生まれた日本一低い山は地域の新たなシンボルとなったのです。このような三山開山をはじめとする遊び心に富んだ地域活性化への取り組みが評価され、狛犬会は平成19年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。週末の夜、白鳥神社の一室で狛犬会の会合が行われていました。昭和56年に結成された狛犬会、子どもの心を忘れずに自分たちが楽しむことをモットーに、さまざまなお遊び企画を進めてきました。メンバーは現在およそ30人。郵便局員、町工場の経営者、洋服屋、主婦、さらには神主までという
さまざまな職種の人たちが集まっています。会を結成した頃のことを会長さんに伺いました。あのね、初めはね、そんなにこういう組織になるとは思ってもなかった。ただ単に、お遊びグループですよね。まあ、昔は町だったんですけど、合併前の白鳥町だったんですけども、白鳥町の、行政から頼まれた仕事を、いろいろと、まあ、ボランティアとしてね、タッチしてたんですよ。でその中で、やはり多少なりとも費用の問題が発生するので、その費用をもらうために脅しても会の名前が必要なんだというので狛犬会という会を作ったということです。最初の頃はですね、コンサートをするための舞台作りを主に引き受けたわけです。で最初、まあ、大体的にしたのは小学校でコンサートがあるということで、行動をですね、裏をこうホールのような格好に作ったという、そういうことから始めたわけです。それから、野外ステージとかですね、あるいは体育館でのコンサートをするように、オーケストラが並ぶだけ その舞台を作りしたと。下はビルケースですね、ビルケースずっと並べて、その上へコンパニーを引いて、舞台を作って、その上でオーケストラが演奏したと。そういう舞台作りを長年やってきましたですね。縁の下の力持ちとしてさまざまなイベントを手伝ってきた狛犬会。会が独自の活動を行うようになったのは平成6年に白鳥神社でフリーマーケットを開催したことがきっかけでした。多くのお客さんで埋め尽くされた神社の参道、予想を上回る盛り上がりを前にし、地域ににぎわいを提供し続けたいとメンバーたちは思ったのです。当時のことは今も強く印象に残っているそうです。最初やっぱり一番思い出のは深山の向こうの国道の向こう側でした第1回目フリーマーケット、いろいろあったけど大変楽しかったな。すごかったけど、こうやって毎晩話をすると私が知らんこともどんどんニュースに入ってくると、それが一つの楽しみだな。みんなでフリーマーケットを通じた地域の人との触れ合い、それも大切な思い出です。それでもな、やっぱ毎年するたびに堆肥やっぱ買いに行く人がおって、ほんで一旦やめた時あったでしょ。あの時いつも来る人が、あら今回うじょらのかないうこと、それよう言われたな、こうして活動の場を広げていった狛犬会。深山のアイデアを思いついたのは台風がきっかけだったといいます。17年でね、もうこの辺も、いわゆる、豪雨でね、水に浸かってしまったんですよ。まあ、私の家なんかも床上浸水で止まったの。たまたまここの深山だけは、まあ、3.6 メートルですからね、海抜 3.6 やから、まあこの辺だけが浸からなかったということで、なんで、あ、ここは高いんだなということで、まあこれが深山は山やということにしたんですけどね。深山によってさらに活動の幅が広がった狛犬会。気の置けない仲間同士の会話から面白いアイデアが生まれてくるのです。冬、白鳥神社で狛犬会による恒例の行事が行われました。主役はこちら、さつまいも。みんなで焼き芋を堪能しようというイベントです。焚き火となるのは松の枯れ枝。神社にとって枯れ落ちる大量の松の枝は悩みの種。そこで落ち葉や枯れ枝をきれいに片付け、ついでに焼き芋も楽しんじゃおうという企画です。この日多く集まったのは子供たちや親子連れ。枯れ木をたくさん集めて楽しそうです。あ、
心地よい青空の下、親子で楽しむ清掃作業。ご褒美には焼き芋が待っています。焚き火が始まりました。松の枯れ木が勢いよく燃えます。お芋が焼けました。どうですか、美味しいですか。美味しい。こういう風に焼いて食べるの初めて。いい味です。家では味わえない美味しさ、子供たちの思い出に残るはずです。この日は焼き芋の他にも深山アカデミーと題して専門家の方々を招いて理科の実験ショーなどが行われました。孫の世代にあたる子どもたちの笑顔も狛犬会の願いです。大人以上に子ども真面目ですから、そこらへんこれからも子どもを育てるという意味合いでもこの行事は続けていきたいな、まあ、皆さんにあんまり賛同を得られなくても続けていきたいという意識を持っております。12月、白鳥神社で恒例の巨大絵馬作りが始まりました。幅 7.5 メートル、高さ 5.5 メートル、まさに特大サイズ。狛犬会が制作し、正月に白鳥神社に奉納します。平成7年に始まったこの取り組み、今では町の風物詩としてみんながその出来上がりを心待ちにしています。エヴァは神社としてはありがたいっていうんですか、まあ、なかなか全国でこういうもありませんし、例えばよその神社からわざわざ見に来るということでありますから、やっぱり、神社にとってはプラスになってると思いますけども。狛犬会のメンバーにとっても1年を締めくくる大事なイベント、総力を挙げて取り組みます。もう大体毎回参加してやっております。道具の使い方から教えてますね。もともと仕事上はね、ガスの配管してますから、その関係でどうしても、はい、作業をするのは平日の夜か週末、年末で忙しい仕事の合間を縫ってメンバーが集まります。平成21年の干支は牛、会長の浦上さんの姪が原画を描いています。なんと東京で漫画家として活躍しているのだとか。多くの人の力を借りて作り上げられる巨大絵馬。お正月、たくさんの人の願い事がここに綴られるのです。平成21年正月、白鳥神社に奉納された巨大絵馬、あっという間にみんなの願い事で埋め尽くされました。日本一低い山の大きな絵馬です。遊び心を大事にしてきた狛犬会、総務大臣表彰の受賞は予想もしていなかったそうです。もう大変なことなんですよ。やっぱり相当重たい看板になってくる。あんまりくだらんことやるったんじゃまた笑われていかんし、まあ年いってるからね、それぞれ会員さんの年いってるから、まあ年相応な活動がこれからできていけば一番ありがたいなと思います。続けることが大事なんやな。続けなければ一発で終わってしまう。まあやっぱり健康でなければできないということだよね。継続は力なり。長年付き合ってきた仲間がいる素晴らしさ。遊び心を忘れない狛犬会の活動はこれからも続いていきます。